こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで、すでにお気づきの方もいるかもしれませんが、なんとこのハイジー名作劇場のチャンネル登録者数が10万人を突破いたしました。皆さん、ありがとうございます。超えたのは実はもう結構前なのですが、やっとね、事務所の方に10万人超えたらもらえるという銀の再生ボタンが送られてきまして、それを私、ゲットしてまいりました。でねー、これをね、今から早速開封してやったぞっていう感じにもうしたい気持ちは山々なのでございますが、普段からこのチャンネルは、まあ、食レポが多めのチャンネルになっておりますので、先に銀にまつわるものを食べてみたいなと思いまして、今日はこちらのアジを食べてみたいと思います。まあでも相変わらずこのような庶民派のお値段で買わせていただきました。バカ、うわ、ほら見てください、このうまそうなパセリ。ボキュボキュボキュ。じゃあ一番身が厚い、急にこの辺からいっちゃいましょうか。ピカピカシルバーに光っております。ちょんちょんとバンドかましつつ、いただきます。うまいよ。ちょんちょんと、もう先っちょくらいでいいんですよね。で、もうじゃあ2枚くらいいっぺんに取って、これでいきましょう。贅沢。では今日は僕がこのアジのお刺身をちょっと気分を変えて食べる時の食べ方も紹介してみましょうかね。まずはアジのお刺身をボンとこの中に入れちゃいます。放り込んで、もう大根のね、このつまも一緒に入れちゃいましょう。入れちゃいまして、中に入ってた大葉だったりししとだったりする葉っぱも中に入れてしまいます。マヨネーズ、もう目分量、このプリプリっていくる、プリプリっていうくらい。生姜、ちょっと風味を加えるくらいの、プチュッとプチュッとくらいで、最後にゆずポン酢、入れすぎないくらいにちょんとぐちゃぐちゃにかき混ぜます。いただきます。うまいんだよね。これがいいところは、大根のつまとかってさ、お刺身だけ食べてお腹いっぱいになっちゃって、あー余っちゃったどうしようで悩む時あるじゃん。だけどこの食べ方をお刺身の後半戦にすることによって、そういう悩みがね、もう起きなくなるんです。全部が絡まってる感じがね、美味しいの。ごちそうさまでした。というわけで、いよいよではこちらの銀の再生ボタンの方を開封していきましょう。でん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 。今はまだ色的には銅の盾でございますが、この中に銀の盾が入っているということでしょう。ではこのガムテープを真ん中から剥がしていきましょう。じゃあ、そうそう、言い忘れてましたけど、実はハイジー名作劇場のチャンネル登録者数が、なんとね、吉本の超売れっ子、テレビに出てるもう本当にベテラン、大ベテランさんの売れっ子芸人さんから超若手までが出てる吉本興業チャンネルの登録者数も抜いてしまったんですよ。これすごいことじゃないですか。吉本芸人が総動員で出てるチャンネルを、所属の一芸人のチャンネルが超えちゃってるんですもん。本当に皆さん、ありがとうございます。まあでもそうは言っても、相変わらず僕のようなね、テレビに出てない売れてない芸人に対しての吉本のまあ風当たりっていうのは正直きついんですよ。ゴミを見るような目でしか見てもらえてなくて、これまでもいつか登録者数が超えた時はマジで吉本見とけよと、ぶっ潰してやるぞとか思ってましたよ、僕も。ね。そういう反骨精神も大事ですからね。思ってましたけど、みんなに楽しんでもらうという気持ちでコツコツ頑張ってきて、結果がついてきて、こういうね、ものをもらえるような感じになってくると、そういうさ、周りのそういうザワザワしたものは、気にならなくなってくる瞬間が来るんですよね。だから今としては、吉本さん、一緒に頑張っていきましょうよっていう気持ちでしかないですね。てん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 。てーてーん。ちょっと待って、あれ、なんか、え、なんかちょっと、あ、開いてる、あれ、え、ちょっと待って、あ、開いてない、これ、誰か先に開けてない。ハイジムービー10万サブスクライブズって書いてあります。すげえテンション上がるんだけど、なんか箱が最初から開いてたのがちょっとすごく気になってんだよね。細かいことかもしんないけど、なんで開いてんのっていうのがすごく嫌じゃん。一番に開けたいじゃん。ちょっと今、あ、そう、今ちょっと家に持って帰ってきまして、あの箱を見たんですけど、ガムテープの感じが後から貼ったような変な空気の入り方がしてたしっていうのと、 Google さんが送られてきたのを誰かが先に開けたりとかっていうことってあったりしますかね。はい、というわけで、まあ簡単に言いますとですね、今回10万人を超えたのが、同じような時期に僕ともう一人吉本所属の鈴川彩子ちゃんという後輩の女芸人さんがいまして、ほとんど同じようなタイミングで超えたんですね。だから Google さんからもほとんど同じようなタイミングでこれが送られてきまして、吉本がどっちがどっちのやつかっていうのを判別するために先に一回開けたって言ってます。
やっぱり仲良くできない。